丈夫ですか。じゃあ、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私たちはせーの、君に魔法を投げ入れるビュートのキュートな、はい、ビューティストです。よろしくお願いします。今日は誕生祭お楽しみイベントさんに呼んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。それでは最初に一人ずつ自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。楽しいことが大好き、最年少中学1年生12歳のムータンことイカラスムーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんもぜひ一緒にお願いします。いきますよ。ありがとうございます。中学3年生14歳のともちんこと宇野ともえです。よろしくお願いします。ありがとうございます。みなさんこんにちは。ワッカー。ありがとうございます。中学2年生14歳のワッカーこと石若田です。よろしくお願いします。ワッカー。皆さんこんにちは。高校3年生17歳の野の子と佐藤野の子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は一日皆さんと楽しんでいけたらなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に聴いていただいた曲はアライバルズ&デパーチャーズという曲でした。次に聴いていただく曲はカラフルミルクという曲です。この曲は薄さになるところがあるので、皆さん両手人差し指を頭の上に乗っけて元気な元気な薄さになってください。それでは聴いてください。カラフルミルク。
ルミルクと君がいないとね、2曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。はい、はい、私たちはアプタ新潟亀田店さんでライブをさせていただくのは初めてなんですけど、はい、はい、初めて、はい、なんか私はあのアピタさんに結構お買い物に来てたんですけど、はい、なんかいつもお買い物に来ているところに、うん、ところでライブをさせていただくっていうのはすごい変な感じですね。そうだね、不思議な感じ。ルーも何年か前に、うん、ここのアピタ新潟カメラ店さんで行われたカラオケ大会に2回出演してるんです。おー、はい、何歌ったの？ね、1回目が、うん、歩いて帰ろう。おー、じゃあムータンすごいね。アイドルさんの曲じゃないんだね。その時はまだあんまりアイドルさんの曲歌ってなかったから。そうなんだ、うん、2回目は2回目は次のライブの時になって、その時に。じゃあ そしたらきっと皆さんまた来てくれるのかな。はい、皆さん来てくれます。はい、はい、楽しみということで、次の曲に行きたいと思います。次の曲はタオルをみんなでヘイヘイってやる曲なので、はい、はいはい、皆さんもタオル振っていただけたら嬉しいです。はい、タオルがない方はあの普通素手でもいいので、皆さん盛り上がっていきましょう。はい、お願いします。それでは聴いてください。嵐は日曜日。Oh,
ていただきました。ありがとうございます。それでは次の曲に行きたいと思うのですが、ビューティスト次で最後の曲となってしまいます。ステージは午後4時からなので、もし時間がありましたらぜひ来てください。お待ちしてます。それでは最後の曲聴いてください。ラニーレル。ありがとうね、本当にね、言いたいことがあります。それは
という言葉です。私たちが一回練習をするので皆さんぜひ覚えてください。それではいきます。せーの、ラリリレルバハハイ。こんな感じで皆さんもぜひ一緒によろしくお願いします。それでは行きたいと思います。皆さん今日本当にありがとうございました。この後16時からのステージもお待ちしています。